ベン・ウェブスターバック・クレートンなどとベン・ウェブスターはアメリカ合衆国のジャズテナー、サックス奏者。ウェブスターはミズーリ州カンザスシティに生まれ、コールマン・ホーキンス、レスター・ヤングと共にスイング機の三大テナーの一人と考えられている。愛情を込めてザブルートと呼ばれ、硬く、尖っていて、すごく活かした音色でストンプのリズムを刻む。しかし、バラード曲では、 温かみと上司あふれる演奏をもこなすのである。スタイルの点から見れば、ウェブスターのそれはジョニー・ホッチスに追うところが大きい。ウェブスターによれば、ホッチスこそが彼にサックスをどのように演奏したらよいか教えてくれた人物だということである。ウェブスターはピアノとバイオリンを幼少の頃から習っていた。サキソフォンの演奏について、 学ぶのはその後のことになるのだが、それでも彼は時々、ピアノに立ち返っていた。時にはピアノで録音に参加することもあったのである。ある時、バド・ジョンソンがウェイブスターに、サキソフォンの基本的な演奏法について教えたことがあったのだが、それ以来、サキソフォンを、ヤングファミリーバンドで演奏するようになった。カンザスシティは、この当時、様々なミュージシャンが集まる、ルツボと化しており、 1930年代には、ジャズの大物たちが何人か、ここから生まれている。その後、ウェブスターは1932年に、ベニー・モーテンの伝説的なバンドに加わる。このバンドには、カウント・ベーシー、オランイコールホット・リップスイコールペイジ、ウォルター・ペイジらがいた。この頃の様子は、ロバート・アルトマンの映画、カンザス・シティの中で描かれている。ウェブスターは、1930年代に、 それなりに多くのバンドを転々とした。具体的には、アンディ・カークバンド、クレッチャー・ヘンダーソン・オーケストラには1934年に加入、その後、ベニー・カーター・バンド、キャブ・キャロウェイ・バンド、そして長くは続かなかったテディ・ウィルソン・ビック・バンドなどで演奏している。1935年に、デューク・エディントンのオーケストラと初めて共演して、以来、1940年までに、 ベン・ウェブスターはエリントン・オーケストラの最初のテナーのソリストとなっていた。ウェブスターはこのオーケストラのアルトサックスのソリストであるジョニー・ホチスを自分に大きな影響を与えた人物として挙げている。その後3年の間、ウェブスターは数々の有名な録音に参加する。その中にはコットンテールやオール・トゥースーンなどがある。 オーケストラのベースを務めていたジミー・ブラントンと共に、ウェブスターはエリントン・オーケストラとって書くことのできない存在となり、結果としてこの期間のバンドはブラントン・ウェブスターバンドとして知られることとなった。ウェブスターは証拠はないものの抗論となってエリントンのスーツを切り裂いたと言われている。この出来事の後、1943年に彼はバンドを去ったのだが、 2003年にニューアークスターレジャーとのインタビューでトランペッターのクラーク・テリーはウェブスターがエリントンのバンドを辞めたのは彼がデュークを引っ張ったからでその後すぐ2週間の猶予付きの解雇通知をもらったんだと述べている1943年にエリントンの元を去ってからウェブスターはニューヨーク市の52丁目で働いたリーダーとしてまた共演者として 何枚も録音を残している。レイモンド・スコット、ジョン・カービー、シド・キャレット、そしてジェイ・マクシャンバンドなどである。ジェイ・マクシャンバンドでは、歌手のジミー・ウィザースプーンも呼び物となっていた。1948年には、ウェブスターは数ヶ月の間だけだが、エリントン・オーケストラに復帰したこともあった。1953年には、キング・オブ・ザ・テナーズを、 ピアニストのオスカー・ピーターソンと一緒に録音している。ピーターソンは、この後1950年代を通じて、ウェブスターにとって、重要な共演者となった。そして、ピーターソンだけでなく、トランペッターのハリー・スウィーツ・エリソンたちとも合流して、ノーマン・グランツがプロデュースする、ジャズ・アット・ザ・フィルハーモニックに参加し、ツアーや録音に携わるようになる。 コールマン・ホーキンス・エンカウンターズ・ベン・ウェブスターは、仲間であるコールマン・ホーキンスと一緒に、1957年12月16日に、録音されたものだが、オスカー・ピーターソン、ハーブ・エリース、レイ・ブラウン、アルビン・ストーラーらも参加している。ホーキンスとウェブスターの録音は、いわゆるジャズのクラシックであり、カンザスシティで最初に出会った二人のテナー・サックスの、巨人の共演だったのである。 1956年にはピアニストのアートテータムと組んでベースのレッドカレンダー、ドラマーのビル・ダグラスのサポートで正当派スタイルの録音を残している。ウェブスターは概ね、無駄なく定期的に働いていた。しかし1964年にヨーロッパで活動しているアメリカ人のジャズミュージシャンに加わるべく移住した。ヨーロッパでは気が向いた時に演奏するというスタイルで 人生最後の10年間を過ごしたのである。1年間ロンドンに住み、次の4年間はアムステルダムに住んだ。そして最後にコッペンハーゲンに移り住んだのは1969年のことだった。1970年のデンマークのブルーフィルムクリッシーでの静かな日々では、ウェブスターが安いキャバレーでサックスを演奏する様子を目にすることができる。1971年にはウェブスターは、 デューク・エリントンと再会し、デンマークのチボリ・ガーデンで行われたショーで何度か、エリントン・オーケストラと共に演奏している。また、アール・ハインズと共に、フランスで、ライブ録音を残している。その他、バック・クレイトン、ビル・コールマン、テディ・ウィルソンらとも共演している。デューク・エリントン・ライオネル・ハンプトン・マン・デル・ロー・オリバー、ネルソン・アート・テータム・クラーク・テリー。ありがとうございます。